はいそれでは始めます皆さんこんにちはえー、2023年達検し再チャレンジ合格フルコースの全貌ということで、えー、始めたいと思います、えー、担当レック専任講師林でございますどうぞよろしくお願いしますはいえー、まあ講座のガイダンスなんですけれどもえー、ちょっとですねお時間をいただいてお話ししたいと思いますこういった形のカラーザリのパンフレットがもしお手元にあればご覧いただきたいんですけれどもまあ、なければ 画面をご覧いただければでですね2023年の講座の中でですねとご説明したいのが再チャレンジの講座なんですね。でちょっとページ数をもしお持ちの方は10ページをご覧いただきたいんですけどご説明したいのはこちらですね。 再チャレンジ合格フルコースとあとはベーーシックコースっていうのがあります,です、ね、でちょっとあ,のあらかじめお話ししておきたいことがあってですねこの再チャレンジのこの講座だけはですねちょっと他の講座と一コマの時間が違うんですね。で他の講座は普通は2時間半が多いんですけども再チャレンジは3時間なんですよ。一コマがですねだから回数が少し少ない感じが、まあ、すると思うんですけども。 このプレミアム合格フルコースっていうのが一番レックの中心になるようなベーシックな講座なんですけれどもこれに比べると回数が少ない感じがするかもしれませんけど1コマああたりのの時間が長いので、まり変わらないで,すですねまあ料金もあまり変わらないのでですからですね基本的には卓研試験の受験経験がある方はですねまあ一応基本的に全部 サリ,サリチャレンジの合格フルコースをなるべくお勧めしたいと思ってます。で初めて卓見の勉強をする人はね、えー、他のコースがいいと思うんだけども、まあ受験経験があるんであればこちらがいいと思います。ねなるべくこちらがいいと思います。ベーシックコースよりもこちらの方がまあいいと思います。で受験経験がある方でもいろんなまあその差はあると思うんですよね。えー、すんごくしっかり勉強して まあ十分に実力はあるにもかかわらず、まあ、当日すごく自分が苦手にしてたようなとこだけがまあ出題されてしまってで、まあ、運が悪かったっていうこともあるかもしれませんしもうほとんど勉強時間取れなかったのでまあ多分ダメだろうなって思って受けたんだけどもやっぱりまあ全然足りなかったですっていう人もいてだいぶ違いますよね。だいぶ違ううと思うんでですけどもでもまあ基本的には みんな、えー、受験経験があるんであれば再チャレンジの、まあ、合格フルコースを、まあ、お選びいただきたいというふうに考えてます。でですね、えー、本試験の問題を、まあ、僕らはいつも傾向を分析したりしてるんですけどね、えー、必ずず本試験のの傾向はは少しずつ変化すするものなんですよ、まあ、ちょっと書いてみたんですけどもはい。 えー、本試験の問題っていうのは、まあ、毎年、まあ、変わってくるものなんですね。えー、少しずつ変わってくるものです。で、それに対して、まあ、予備校はですね、何とか、その、本試験の傾向に合わせて。で、講座を少し、まあ、変えたりとか、えー、まあ、するものなんですね。予備校ってのは、そういうもんなんですよ。えー、一人でも多く、合格者を出したいですからね。ですから、毎年毎年、少しずつ変えるものなんですね。はい、でもですね。 確かに変化はしてるんだけどもでも基礎的な知識の理解と、それから記憶が重要であることにそれはは変わりはないですですからえ勉強の仕方が変わるとかね、えー、そ,あのそんなことは全く考える必要なくてやっぱり「宅研試験」でよく言われているような、まあ、過去問の演習の、えー、過去問演習を中心にしたそういった勉強がやっぱりベストです。 他に何か特別な方法があるわけではなくて、ですね、やっぱり、過去問中心の勉強がいいと思います,です、ね。その中で、ちょっとお時間いただいて、お話ししたいことがですね。三、まあ、つあるんですね。まず、試験問題の難化傾向、若干難しくなっているという傾向と。あとは、勉強時間の配分を変えるべきなんじゃないかという問題と。開始時期ですね、勉強の再チャレンジの開始時期を。 えいつから始めるべきなのかっていうまあ三つのお話をしたいんですけどもまず一つ目ですねえ試験問題の難化傾向ですね、えー、試験問題難しくなっているということは毎年毎年言われるんですよいや今年の試験難しいわとかねみんな言うんですよえ受験生さんも言うし我々講師も言うしみんな同じようなことを言うんですねで毎年そんな感じなんですよ。 でこれはですね、まあ、データからもある程度は、えー、分かっていることなんだけども、まあ、どういうことかと言いますと、ちょっとですね、パ,パンフレットの、えー、16ページに、ですね、まあ、こんな感じの、えー、試験が難しくなってるみたいな感じのタイトルの話があるんですけどね、えー、これはレックのデータなんですけども、まあ、あまり細かいところを見,見る必要はありませんが、えー、この赤いグラフありますね、赤いグラフ。 赤いグラフっていうのはえ正解率の70%以上の問題が何もあったかということなんですね。レックが持っているデータの中で7割以上の正解率がえある問題の数は50問中何問あるかというデータを見てみますと減ってきてるんですよ。微妙にですね。だからまあ難しくなってるんだろうという考え方はまあ 一応裏付けが取れるとは思うんですねでまたちょっと見方を変えますとこの試験問題がですね難しくなっているというのは試験,試験が終わった後でいや今年の問題難しかったとかね、えー、受験生さんも我々講師も言うときにどういうときに難しいと感じるのか、ね、というのはですね、まあ、簡単なんですよね。えー、宅建試験の過去問 卓球試験の本試験問題っていうのは過去問の焼き直しが多いですで大雑把に言いますと大雑把に言いますとね全体の70%ぐらいは過去問で何回か問われているテーマの焼き直しですそして残りの30%ぐらい、えー、大雑把ですよ 大雑把に言うと、三割ぐらいは過去に本試験で問われたことがないテーマ知識が問われている。これが一般的なんですね。で、これがですね、例えば過去の本試験で問われたことがあるテーマが、まあちょっと極端な話をしますとね、六十パーセントに下がって、で過去に問われたことがない知識が四十パーセントに増えたら。 すすごくく難しく感じるんですよ逆に70%が75%とか80%に増えればあ今年の問題は優しかったっていう話になるわけですね。で毎年毎年難しくなった難しくなったって言ってるわけですからだん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 と少しずつ本試験の問題が過去問の焼き直し問題の問題が少しずつ減ってきてる。 とというう傾向にはあると思うんです、ね、はい。ねこんなことは皆さんはあまし気にする必要なくて我々その指導側が考えればいいことなんだけども皆さんはね、えー、特にその誤解をしてほしくないのはじゃあ過去問の焼き直しの問題が減ってきたわけだから問われたことがないこの問題を解けるようにしなければ受からないのかという発想をしてしまうことが一番危険なんですね。 えそういうことを言う人が多いんですよ。過去問中心の勉強じゃ浮かんないよ。ねっていうそういった形でなんなんか不安を煽るようなねことを言う人がいるんですけど、まあ、全く気にする必要はありません。それでもですねやっぱり変わらないんですよ。まあ、変わりはありません。勉強のスタイル変わりません。しかし難化傾向に対応するためにはですねどういうことをする必要があるかというとこれがねこれが 過去問の焼き直しの問題がたと、えー、え減ってきたとしてもこの問題を確実に取れるようにする方がよっぽど合理的なんですねで過去問と同じ問題出ないんですよ少しねひねってくるんですね同じこと同じテーマなんだけども問われ方を少しひねって聞いてくるんですよだからこういった過去に本試験で問われているテーマをしっかりと 理解して、しっかりと記憶する。ですね。だから、どういうふうに問われても大丈夫というふうにしておく。で、結局。ここの固め方が弱いから。合格点まで届かないんですよね。だから、そこをしっかりと理解して固めれば。別に問題なく受かりますんで。え、それが大事なんですね。くれぐれも。こういうところ。こういうところに。 勉強の時間をつぎ込まないように、まあぜひ注意をしてください。予備校で勉強している人は、まあそういったミスをすることは少ないと思うんですけども、独学でね、独学でなんかテキストとか読んで、えー、自分で勉強している人はちょっと危険なそういう方向に行ってしまいがちなところがありますから、まあ独学で勉強している人はちょっと注意してください。はい。でですね、勉強時間の配分って言われても。 何の話かわからないんですけども要はですね勉強時間の配分っていうのは再チャレンジの方の勉強時間の配分なんですけどね再チャレンジの方はまず本試験まで3つの時間軸に分けて考えていただきたいんですけどもまず1番は。 えっと基礎的な知識の再確認です。要するに基本がやっぱりしっかり固まっていないから合格点に届かないんですね。だからえ基本をしっかり固めるためにも、まずは宅建試験でもうすっごく重要なテーマ、例えば、えー、都市計画法の開発行為とかね、もう必ず毎年出題される重要なテーマをもう一回しっかりと全体構造を確認して。 で基礎的な知識をしっかりおさらいしましょうっていう時間がまず必要ですそして2番目ここではですねこういった過去問で何度も問われているテーマを問われ方がひねってきますからそういったひねられた時に対応できるようにきっちりと勉強していく、まあ、テーマを叩き潰すみたいな感じですね。そんな感じの 勉強時間、これこのこういった勉強は必要です。そして三つ目、えー、本試験が最も近づいてきた時期はとにかく演習です。もうとにかく問題に体を慣らすっていうかね、えー、まあスポーツと同じだと思うんですけども、やっぱり何度も何度も、えー、本本番と同じように同じような環境でまあ練習シミュレーションするもんですよね。 いきなり本番でいいスコア出せる人いませんから何度も何度も同じようなトレーニングをしてね予行演習をしてやりますよね予備校でこの宅建試験とかの勉強する時は模試とかね模試とかあるいは演習講座なんかがあるんだけどもそういったものでとにかく演習を繰り返していくというこの3つのパーツに分かれる必要があります。そののの時時ですねこの時間配分の このっていうのはこの一番と2番の配分なんですよね。問題をひねられることが多くなりましたから、ここをとにかく充実させる必要があります。そのためにはちょっとこの時間をですね減らしたいんですね。こっち増やしたいです。ここを減らしたいですね。なるべくなるべくコンパクトで時間を少なくしてで全体構造を見直すという作業を。 えー、なるべくなるべくなるべく早くできれば年内ですね、えー、2023年になってからよりもできれば2022年のうちにこの一番に着手してほしいというふうに思います。ややっっっぱぱりりですねやっぱりアスリートっていうのかなそのスポーツの選手なんかもですね。ね えー、例えば本本番のまあ大会とかね、えー、競技があってで少しはそれはお休みすると思うんですよだけど一ヶ月も二ヶ月も三ヶ月も休んでしまったら、えー、元に元の状態に戻すまでにものすごく大変じゃないですかまあスポーツやってる人はやった人はわかりますよねだからやっぱり、えー、次の次の大会までね次の競技が起こるまでに やっぱり早めにね、えー、まあ、練習を再開したいという,ふうに普通は考えるわけですよねえ。受験勉強も同じなんですよ。確かにね、その合格発表があってでうまくいかなくてでまあ、疲れてますからね。少しゆっくり休んでくださいっていうふうにまあ、本当は言いたいんですね。だけどまあ、休む時間もなるべくほどほどにしてもらってで、えー、なるべくそのモチベーションが あるうちにこの一番に入ってほしいというのが我々の気持ちなんですね。はい。でこの一番と二番に対応するものがですね、パンフレットの十四ページにありましてこれが一番なんですよ。これが二番です。でこの この合格ステップ完成講座というのは、本当に基礎的な知識のまあ、反復、繰り返していますか、復習です。なので、なるべく時間を短くして10回にまあ凝縮しています。これで、宅建試験のほぼほぼ全範囲ですね。全範囲をなるべく短い時間で、えー、おさらいすることになってます。でこれに時間を継ぎ込みたい、この回数を割と多くとってあります。で、 これが合格フルコースの方なんですね。で基本的にはこちらをおすすめしたいのは、まあ、これがあった方がいいからなんですね。でベーシックコースっていうのはこれがないんですね。1番ががありません。んこれがないんですねで。2番から始まるんですね。そうしますとこれを受ける必要が全くない人であればまあベーシックコースでも構わないとは思いますね。ただ、えーまあ、1番がいいいらないっていう人は、 僕は少少ななないいいとと思思うんですすよかりまレックでもうね、えー、1年も2年もずっと基礎的な勉強のね長いコースの勉強をずっと受けてきてでも本当のレックで勉強する基礎的な知識はもう十分分かってるから大丈夫だから、ね、もうさすがにこれは勘弁してよっていう人がいればねそういう人は、えー、まあ 1> 1番は省略ししてももいいかもしれませんなる、ね、べくだったら2番になる、えー、べくだったら1番からやるようにしてください。はいでですねこのこっからですねこっからこの「当連」とか「分野別ベーシック当連」とか「まあ、総合実践当連」があって、ね、であと「模試」とか「 これありますね。え直前講座がありますね。これこういうのが三番です。直前期になってきてでまああの分野別ベーシックトーレンはね決して直前期ではないんだけどもまあこれが演習的な講座なんですね。再チャレンジの合格講座というのはとにかく演習量がまあすごく多いというふうにまあなってます。やっぱりね演習を通じて理解を深める演習を通じて記憶する。 というのがま合理的だと思いますので、そういった講座のま組み立て方をしているんですね。はい。ま以上で再チャレンジ合格フルコースのご説明になります。まあ、繰り返しになりますけども、えー、受験経験がある方であれば再チャレンジの合格フルコースを考えてください。で、通信講座は、えー、僕が全部担当してます。 ですから全国どこにいてもですね再チャレンジの方は日本中にいると思いますんでちょっと頑張って一年間ついてきてください一生懸命勉強すればね必ず必ず合格できますんでそんなにものすごくハードル高いわけではなくてですねまあちゃんと時間をかけてきっちり勉強すればちゃんと受かりますからねということで頑張ってやりましょう。はい え、それではですね。え、二千二十三年再チャレンジ合格フルコースの全貌ということでお話をしました。では、どうも、お疲れ様でした。